豊橋市立松葉小学校は、愛知県豊橋市大橋通り3丁目107にある、公立小学校。JR 東海、名古屋鉄道、豊橋鉄道豊橋駅から北に800メートルの、距離にある。学区内には、JR 飯田線船町駅、豊橋市子ども未来館ここ2個、豊橋市文化財センター、豊橋商工会議所、豊橋松葉郵便局、東横院、 豊橋駅東口、ホテルルートイン、豊橋駅前、コンフォートホテル豊橋、愛知情報専門学校、港新名社、港町公園などがある。1896年4月1日、豊橋町立第三人城小学校として開校した。西八町に本校が、船町二分教場が設置され、船町、港町、上電馬城、 松葉町などを学区としていた。1897年1月には、松葉町に校舎を新築して、西八町から移転し、船町の分教場を廃止した。1901年4月には、豊橋町立南部人上小学校が新設されたため、花園町、新仙町の一部、札木町などを南部人上小学校の学区として分離している。 1909年10月には、豊橋市立狭間尋常小学校が新設されたため、松葉町の一部、茅町、指笠町、三浦町などを南部尋常小学校の学区として分離している。1921年1月には、花田町鹿の現在地に移転した。なお、松葉町の跡地には、豊橋市立豊橋病院や、 松葉公設市場が建設されており、今日では子供未来館、ここに子などが建っている。1945年6月の豊橋空襲では校舎がすべて消失し、しばらくは分散授業を余儀なくされた。吉田城内にあった旧陸軍中部第100部隊の兵舎などが仮校舎として用いられている。1949年3月に校舎が再建された。 同年12月には豊橋市立狭間小学校が廃校となり、学区の大部分は豊橋市立松山小学校に統合されたが、白海津町のみは松葉小学校に編入された。戦後の解放感の中で、室外者性に励む男女が多かったことから、1947年の児童数は1170人、1957年の 児童数は1756人を数えた。1967年には1043人、1977年には879人、1987年には505人、1997年には378人となった。1956年には創立60周年記念式典を、1966年には 創立70周年記念式典を、1976年には創立80周年記念式典を開催している。1986年には創立90周年記念式典を、1996年には創立100周年記念式典を、2006年には創立110周年記念式典を、2016年11月26日には、 創立120周年記念式典を開催している。ありがとうございます。